戦闘関係ねえ、今15個カウンターの使ってます。はい、プレイヤーに15点だ。ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。今回は、はい、プロが作った機械兵団の進軍のね、進化度を使ったモダン対戦やっていきたいと思います。はい、はい、スポンサードプロであるハレルヤプロスというね、プロチーム手段あるんですけども、その中でもピョートル・グロゴースキー選手が作った、はい、ね、デッキ2つで対戦していきたいと思います。はい、あ、ピョートル・グロゴースキー選手っていうのはね、まあ、カニスターという名でも知られていて、うん、もう世界的なデッキビルダー、はい、あ、アイアンワークスとかもね、すごいかなり代表作として知られてますけども、そういった感じでね、かなりいろんなね、意欲作を作ってくれるんですよね。はい、というわけで今回も機械兵団の進軍のね、新カードを使った、モダンの新デッキに考えてきていただきましたので、それでちょっとね、対戦していきたいなと思います。はい、というわけで僕が使うのはこちら、鱗神話です。うん、ということでね、今回新しく出たこちら、打ち砕かれた戦闘踊りというカード、はい、こちら2万の伝説のアーティファクトで、アーティファクトやクリーチャーにプラス1カウンター乗るときにプラス1個置かれるということで、硬化した鱗が2つ目お8枚耐性、そう、さらにね、ちょっと2万で1万も向かっちゃったんだけど、プラスで能力もついていて、2万でタップするとアーティファクトやクリーチャーであり自分コントロールしている1つに対象としてプラス1カウンター1個置けるということで、能動的にプラス1カウンターも増やせるし、なるほどなるほど、伝説のアーティファクトなんだけどサイクリングもついてるから、2枚目引いちゃっても大丈夫っていうね、なんかすごいこと全部書いてあるみたいな、欲しいこと全部書いてあるみたいなね、このね、伝説のアーティファクト出ましたので、使った鱗神話対戦していきたいと思います。はい、はい、こちらはですね、まあ、すでにモダンにある人気のアーキタイプ、この赤黒装置ですね。こちら劇場と悲嘆というね、このモダンホライズンの早期サイクルの2枚をマラキーの最短なんかも使ってぐるぐる回してビートダウンしていこうというデッキなんですが、ちなみに新しいカードとして、クロクサとクノロス、おお、全く能力が相反する、確かに2体がタッグ、なるほど、何するのこれで。これはですね、まあ、まあ、カードは6766警戒200反攻で、出るか攻撃するたびに、まあ、いわゆるタイタン誘発ですね、墓地のカード5枚を追放すると墓地からクリーチャーをリアニメイトできるよ、という能力だから、でもわざわざこれを入れる理由があるのかみたいな、まあ一応早期で唱えたこれをね、釣り上げられたりはするんですけど、見てのお楽しみなんだ、なんか悪いこと考えていそうだね、はい、早速ね、機械兵団の進軍の新カードを使ったモダン対戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。大勢やっていきます。はい、はい、10、あ、8、はい、ということで、はい、じゃあ先行もらいます。はい、いや、鱗神話の先行はさすがに強いでしょ。さすがに相当しんどいですけど、ね、はい、ということでじゃあチェックします。チェックします。間に合えという気持ちではい、はい、じゃあお願いします。お願いします。まず1マナから、はい、ザーバス、飛行鉢ザーバス、鉄号1を持っていて、鉄号がね、能力発すると、その時に乗っているプラス1カウントが追加で1個増えますよと、で、赤マナ払うと自分のコントロールしてアーティファクトを、まあ、自戒させられるっていうのと、白マナ払うとこいつが飛行を持つっていうね、マナフェラーと2が出たカードになります。はい、ということでおしまいです。はい、もらいます。ドローします。プラス1カウントが増えまくっちゃうよ。一旦ショックインしまして、はい、まあ、早速あー弾を送迎したな。はい、で、先にハンデスの方から解決して、なるほど、はい、じゃあ手札公開します。いや、結構ね、次のボトリストから出て、ね、結構いい反応だったんだけどな。こっちを抜きましょう。ダメージャー行かれた。はい、で、これを解決した後、はい、もう一回優先権を得たところでマラキーの最後のボトリストが出た。はい、はい、で、その後にこれの、うん、これ早慶唱えてたので生贄に捧げられるんですが、この時マラキーの最短で2点ライフを失って状態もう一回ヘイクで、もう一回ハンデスされる。なのでもう一回ハンデス、やめて、で、肉を抜いて、いやちゃんと、はい、エンドですね。ちゃんと新カードを出させてあげるよっていう、一徹さんの心意気が見えますね。じゃあ出すしかねえか、はい、ここはこっち出たから、こっち出そう、はい、ただね、今出してもって感じはするが、とりあえず打ち砕かれた戦闘、オドリスです。はい、はい、いや、ただね、ちょっとこいつらを先に出したかったんだけど、構図がないとな、なんとめないし、あいつ威迫だからね、2体以上ないとブロックできないため、ここはもうブロックできないし、アタックで1点です、はい、1点くらいます。はい、終わりです。もらいます。トップアップキープをします。ちょっと先行きがよしよしよし、怪しくなってきた。フェッチを切りました、切ろうかな、切ります。フェッチ、はい、はい、沼で、沼を持ってきました。はい、一旦先にこれを出しておきましょう。狂気の祭壇。おお、なんか怪しいやつ出てきたな。これはですね、こちらもモダンホライズン1で登場したアーティファクトですね、はい、クリーチャーを一手に捧げると誰かプレイヤー1人のライブラリーをそのサクッたクリーチャーのパワー分切削できるというものでございます、うん、なるほどね、だんだんなんか予想がついてきたよ。はい、まあ一旦コンバットいきましょう、はい、3点、はい、OK、 17ヘッドです。いや、一応
どうだ、ちょっとね、毒殺とか狙えなさそうじゃん。一旦ペンデーヘビーいくか。はい、オゾリスの効果で2万で、はい、これでプラス1カウンターを1個乗せます、うん、ただしオゾリスの持ってる効果によって、なるほど、これ追加で1個から、はい、3、まあ2個になって、うん、まあ3個になりましょう。で、影あげ出しといて戦闘で3点ですね、うん、3点は食らいます。はい、はい、インテルヘイブン でかくするかどうか悩んだが、とりあえずパーマネント展開した方がいいんじゃないかなと思うので、うん、終わりです。はい、ではもらいます。はい、アンタッパーキープドローします。はい、じゃあベッチ置いて切ります。オッケー、ヤマティンです。はいはいはい、思考が来い。あ、対象十分。あ解決していいですか。はい、オッケー、はい、じゃあ2点失ってクロクサーとクノロスを捨てます。お、そして手札にはゴリオ独身で解決終わりました。あれ、でこれはゴリオの復讐、はい、ターゲットはクロクサーとクノロス。あら、出てもいいですか。いや、もう何もできないんでじゃあ出ました。はい、出たらクロクサーとクノロスの能力が誘発しました、うん、出るか攻撃するたびに5枚墓地のカードを追放しても良い、うん、そうしたらまた新たに能力でターゲットを取って墓地からクリーチャーカードを戻すという能力なんですが、うん、ここでこの上から狂気の祭壇でクロクサーとクノロスを探ります。はい、ターゲットは自分です、うん、なので、クロクサーとクノロスのパワー分6枚のカードを切削します。はい、6枚切削。はい、まあ、この6枚が切削されました、うん、でその後、うん、こいつも能力で、5枚のカードを追放したので、うん、ターゲットはクロクサーとクノロスで戦場へ戻します。自分自身もいけるんだ。そうなんです、これ結構珍しい能力の書き方をしているので、まあ、最近このタイミングで、うん、対象取ると、まあ2回あるってことで誘発のタイミングが、最近また誘発能力です、ね、最近誘発の、はい、これ詳しく紹介しているメディアの記事もあるのでよかったらご覧ください。はい、で出たのでもう一回誘発します。あら、その上から探ります。なんか無限じゃん。無限です。1、2、3、4、5、6で、はい、6枚を削りながら、ああ、なんか見えちゃったな、まあ、この5枚追放しまして今さ、俺そんなに大バリを削って何するつもりだってもうしらじらしいこと言おうと思ったらめくれちゃったんだけど、見えちゃったな、まあ、で、はい、出まして、しらじらしいこと言わせてくれよ同様にたまたまぴったり6枚だったんでこの6枚を削りました、はい、でここから5枚のカードを、あ、これが今墓地がありますね、うん、で5枚のカードを追放したので、うん、能力のターゲットを取ります、はい、タッサの新タッチャーです、うん、戦場へ出た。あら、誘発、ライブラリーがない、ライブラリーがない、やったえ、結構なんかいきなり決まった、はい、そうなんです、なんか、まあ、いや、ちょっと怪しい気は確かやったんだけど、かなり怪しげではありましたが、うん、まさかこうワンショットというか、そうそうそう、この2枚で一瞬で終わってしまう、そう、墓地に何も怪しいもんないし、うん、まだね、悲嘆だけしか倍率ないとこから、うん、いきなり勝たれてビビった、そう、すごいなこれはい、じゃあお願いします。いや、さっきはなやられたけど、うん、こっちも1段目はこれなんだよ、うんうんうん、はい、献血の働きで、はい、接合位置ですね、終わりです、もらいます、ドローします。今ショックインしまして、うん、はい、来たの、あ、来た、これマルキーの祭壇を早期コストで、それを早期で払う、はい、なるほど、判別から先解決しますなるほどね、なるほど、また戦闘がオゾリスがね、あるのに、さっきと同じ、さっきと同じ、さっきと同じ、同じまあ、クリーチャーから抜いていきますか、はい、ラベジャーがで、死ぬ前にマラキーまさかよまあね、このラクドス早期の、うん、まあ、おなじみのアクション、はい、で、また2個抜きます、またクリーチャーなくなっちゃったんだけど、ですはい、よろします。でも、まあ、いきなり結構やばい感じだった、うん、ただこっちはさっき見せたけどウーゾの物語があると、はい、トップから降ってくる連結の高齢者2枚目、よし、はい、でアタックで、はい、1点です、1点くらいます、はい、盛り上げもらいます、ドローします。後輩者ね、秘密の中庭を置きまして、うん、まあ100なんですが狂気の祭壇を置きました、はい、あ、またなんか出てきたな、これでも結構ライフ大事な気がするな、エンドですってことは多分テルドは大してそんな難易度ないんじゃないかみたいなドロー、今になります、うん、そして出さないか今だ、うん、内砕かれの戦闘オゾリス、うん、見せましたね、さっき、はい、出ました、いや、アタックしてもな、狂気の祭壇で適当になんか避けられて持ち越えていや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 、これはズベンジャーズみたいなのが一番困る、まあまあまあ、あり得る、終わりです、はい、ドローします、殴らす、うん、まあ、フェッチ置いて、いやこれエンドですね、エンドか、はい、はい、ドローします。ラクドスキャムにインスタントタイミングの除去があるのか、3章で、はい、これマナ出します、うん、マナ出して1マナ浮いてる状態、はい、で1マナアーチパクト出しますよと、鍵やりですか、ここは、うん、ザーバスです、なるほど、リコバチザーバス、はい、ということで接合でプラス1カウンター乗るんですが、うん、打ち砕かれた戦闘オゾリスの効果で2個になっている、うん、場に出るときに乗るやつも増えると、で1マナ出ている
でそのままメインフェーズそのままつけて1マナ使って、うん、1マナと1マナ、うん、バリスタ、あそんなのもある、はい、こうバリスタでこれ2個うわなります、いやはい返答はいアタックします。オゾリスの強さっていう普通に効果したのかと同じ効果使ってるまあ単純に鱗が、まあ、5枚目以降ですね、うん、あでもこれライフ大事か、こうブロックしました、1マナ払って鉄合かな、1マナ払ってクリーチャー化しました、うん、でこれをサクッサクって、はい、3にします、はい、ザーガスのを連結の後輩者サクって乗せます、うん、で死んだ時にはこいつもいないんで鉄合がないんだけ ど、うん、まず死んだ時の効果で2個から3個になる、うん、で連結の後輩者のアーチパクサクってプラス1カード乗っける効果によって、5になると、うん、だから今8、8の状態、結の働きをサクる、はい、で接合の効果でまず2個乗って、うん、で連結の後輩者の分で乗ってるから4、うん、オゾリスをサクってオゾリスまで食べる、はい、サクって13、13、うん、でこれサクって、はい、自分でサクッと食べます、うん、で接合なのでアーチパクトクリーチャーにこの13個分のカウンターがバイスされております。すべて失うが戦闘関係ねえ、今15個カウンター乗っかってます、はい、プレイヤーに15点だバリスタ15連打、うわスタックでサクっています、はい、ターゲット自分です、はい、負けました足りていたちくしょう、いけた、えすごっ、普通でも普通のウロコの動きなんだよ、まあ、地味にいいなと思ったのが、うん、今までのウロコってあれエンチャントだったじゃないですか、うん、これアーティファクトだからエンチャントあればサクれるっていうのが、あ、そう、こいつのアーティファクトがサクれて1点足りたわ、うん、そう、うん、うわはい、ということで、はい、ウロコにやられた、はい、ハレリアプロスが作ったモダンデッキで再生していきましたがいかがでしたでしょうか、はい、ということで、うん、やはりお互いに爆発力があっていいね、いや、いいですね、うん、クロクサとクノロスというカード、うん、かなり逃走した戦でも注目されてますし、なんか今のうちだぞって気しますねそうかもしれない、神話レアだし、神話レアだしそう、狂気の祭壇との噛み合わせが良くて、そう、結構面白くて、うん、これもモダンホライゾンなんですけど、不吉な儀式の僧侶っていう、うんうんうん、墓地から蘇生で出てくるんですけど、これサクるとまた墓地からリアニメートできるということで、うんうん、まあ、これを経由してこれ出してもいいし、うん、アトラクサを出してもいいしっていう、なんかいろんな攻め手がある、そうだね、うん、かなりテクニカルで楽しいデッキですね、ラクノス早期の反転しながらやっていく動きとすごい合ってて、うん、早期クリーチャーを蘇らしてもう一回アタックしていくってのもいいし、なんかそこで隙が出てきたらこの 黒草コンボを決めてしまうみたいなのもあるしね、うん、そう、なんか今まで早期って死ぬタイミングで、まあ、マラキーレの祭壇を打つぐらいしかなんか有効方法がなかったのが、狂気の祭壇全に置いとくと、うん、早期で自身の能力で避けられる前にこれで避くっちゃって、うん、持ち返しもできるっていう、なんかいろんなところで考えがいて、活用方法があって、うん、コンボにちゃんと活用できるとこがいいね、うんうん、かなり楽しいデッキですね、はい、まあ、こっちもね、ウロコデッキ硬化したウロコとほとんど同じ動きしか今回見せられなかったんですが、うん、まあ、硬化したウロコを引かないと弱いデッキだったんですけど、うん、まあ、このカードが5枚目以降にもなってくれるし、うん、まあ、あとはね、そうでさっきみたいにハンデスされてザーバスしかおらんって時に、うん、プラス1カンタが乗っけられないよって時にこの起動型能力を使って乗っけることもできるし、うん、あとは電結の後輩者でね、こいつがアーチファクトだからサクって、いや、それ見落としてましたね、プラス1カウンターできるという、うん、結構15点一気に削れるって通るかどうだったかなみたいな、しかもバリスタに15個乗っけて飛ばしてましたから、ね、そうすごいとかもできるみたいな、ね、うん、感じで結構面白いのかなっていう気がしました、うん、はい、てか普通にダメージ通ってからやればよかったかもしれない、それはそう、そう、戦闘ダメージ通してからってもっと楽かもそれはそうそうだったね、うん、はい、はい、ということで、うん、まあ、ウロコちょっとね、ウロコ警察からちょっと怒られるかもしれなかったけどはい、ということで、はい、結構ね、すごい、うん、新しいカードね、いろんな活用方法があって面白いと思いますので、うん、よかったら皆さんもデッキ組んで遊んでみてください、はい、ということで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで登録お疲れでした。ハレルヤメディアの一徹でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。